マクシミリアン・マイヤーは、ドイツ・オーバーハウゼン出身のサッカー選手。フェネル・バフチェ・ SK 所属。ポジションはミッドフィールダー。2002年から所属する SC ・ロートバイス、オーバーハウゼン、MSV ・リュースブルクのユースチームを経て、2009年に、シャルケ・レイオンのユースチームに入団した。ルイス・ホルトビーの遺跡やチームに負傷者が出たことにより2013年にトップチーム昇格。 2月16日、1FSV マインツレイ5戦で、ラファエウとの交代途中出場でプロデビューを果たした。その後すべてのシーズンで主力として活躍したが、リオコリンゴにステップアップを求めて、遺跡を口にするようになる。2017から18シーズン後半には、シャルケから遺留されるもこれを拒否したほか、チームの練習を欠席し、クラブと敵対するような行動を見せたため、 シャルケ側もマイヤをトップチームから除外するなどした。シーズン終了後に契約満了で退団した。2018年8月2日、クリスタルパレス FC と3年契約を結んだことが発表された。2021年1月15日、クリスタルパレスとの契約を解消したことが発表。1月27日に1、FC ケルンとシーズン終了までの契約を結んだ。 ことが発表された。2021年9月2日、フェネルバフチェスケート契約した。ドイツ代表として、各年代でプレーし、2012年 UE、UEFAU-17 欧州選手権では3得点を記録し、チームを準優勝に導き、自身も得点王と大会 MVP を獲得した。2014年5月13日に行われた、ポーランド代表との親善試合で、 A 代表初出場を果たした。2016年リオデジャネイロオリンピックのメンバーに招集された。ありがとうございます。